藤沢頼りは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。品の国福与城主。藤沢氏は、諏訪大社城社大宿家の上氏諏訪氏の分流。藤沢隆氏親の子として誕生。福与城は、美濃和城とも呼ばれたため、美濃は次郎と呼ばれた。天文年間には会、武田氏による、品の信仰が本格化し、天文九年に家督を継承した武田晴信は、 諏訪軍侵攻を開始する。高城再記によれば、天文十一年には春の部は、高遠の高遠来、次らと結び諏訪宗家の諏訪頼重を滅ぼすが、諏訪統治をめぐり、武田と高遠来次が対立し、来次は、福与城の頼近や上井の春近集らを急合して、武田方と敵対する。武田方は、頼重の維持虎王を報じて、 スワイ一族を救合すると、同年9月25日の宮川の戦いで、高継ツを撃破し、26日に武田方の、狛江高次郎祭は上稲に進攻し福与城を囲む。28日により地下は、武田方に降伏し、甲府へ出資したという。天文13年には高次の長略で武田方から、離反し、10月29日には再び、福与城には攻められている。 島の守護で義兄にあたる筑馬軍の小笠原長時と結んで抵抗するが、翌天文14年4月には高遠合戦で高遠城を攻略した武田方が福与城を囲み、同年6月10日には和睦が成立し、武田はじめ文州の穴山信友、小山田信あり、勝沼信友らの勧告を受けると、弟、金次郎を人質に降伏し、 幾島足島神社に起調文を提出し、信友の参加に配せられた。以後、武田との関係は、穴山市を通じており、天文17年には、上田原の戦いにおける武田方の敗北を機に、小笠原氏と結び再び、武田氏から離反するが、信友を通じて、武田に降っている。天文23年、小笠原長時と共に上洛し、三好長兄に仕えたという。 長兄の没後に、丘陵美の輪に帰り、田中城を築いて、居城とした。天正十年に、武田勝より、織田信長が、相次いで滅ぶと、天正神後の乱では、北条氏直に属することを起とするが、徳川家康に属する星名正直に責められ、田中城で、古、雷広氏と共に自害した。ありがとうございます。